3回回って本堂にお参りすると、そういう流れです。ではお参りしましょう。今回から GoPro を車にマウントする際にこちらのクイックリリースをつけるようにしました。この間 Amazon プライムデーで買ったやつです。これでカッチャンとワンタッチで GoPro がつくようになりました。今撮影のためにこれつけておりますけれども、ちょっと視界に入るのでこの下のマイク、これ聞いてた、はい、この下のワイヤレス GoTo の受信部分はこっちの上の方に丸めていきます。普段は、はい、走行にはそれで視界を遮ることはないので大丈夫です。ということで、では出発。6月29日、今日は火曜日ですね。朝が雨降ってたんでどこにも出かけられず、今12時11分ですが、結局出勤するまで何もしませんでした今日はあの仕事行く前に浦安の清流神社というところに寄って、人型、明日6月30日大祓いというのがあるんですけれども、それの人型を、よいしょ、見ていくかな、はい、こういうやつですね。こういうやつを、これを納めに行こうと思います。清流神社というのが浦安にありまして、何回かこのチャンネルにも出てますよね。うちのかみさんがお気に入り、龍が好きなものですから、はい、そこ行ってます。清い龍、龍もなんか水の関係があるから山水がついてるって、あの宮司さんは前におっしゃってました、はい。6月30日大祓いというのが、6月30日と12月31日に大祓いっていうのがあるんですけれども、半年分の厄を落としてっていう、そういう行事です。神社行くとこの時期血の輪というのがあるんですが、藁で編んで、どのくらいだろうな、2メーターぐらいあるのかな、直径、そこを藁で編んだ輪があって、そこを3回回ってお参りするという、そういうのがありますんで、それ毎年いろんなところで行ったりしてたんですけれども、ここはもう、ここのところもコロナの影響で人が集まるっていうのを嫌ってるもんですから、その行事自体は宮司さんたちだけでやられるのかな、はい、神官さんたちだけでやられるようで、でその祈祷したものを後ほど渡すというようなことが、去年の6月12月と続いております。今回もそういう状況です。それまではね、みんなでぐる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 境内を歩きながらねお参りしたんですけれども、今年も明日なんですが、とりあえず今日までその先ほどの人型を持ってってお願いしてくるという感じでございます。お、晴れてきたね、日が差してきた。これが血の輪になります、はい、このように3回回って本堂にお参りすると、そういう流れです。では、お
参りしましょう。もらってまいりました。無病息災下越大大祓いつんだっけよく読み方わかりませんが、これであと半年もよろしくお願いします。無事にお参りを終えまして会社向かいます。お昼はどうしようかな。どっかでお弁当買って行くか、会社はもう食べれないか。どっかで何か買っていくか、どっかで食べていくかしましょう。狭いんだよねここね。歩行者なし。いた。よいしょ。ドアチャリが突っ込んでくる。行けるかな。よいしょ。じゃあ何食べよっかな。お昼今日は朝食べたのが結構遅かったからそんなにお腹空いてないっちゃ空いてないんだよな。夏ですね。夏というか梅雨ですね。非常に蒸し暑いです。このくらいの音だともっと音量大きくしてマイクの音を大きくしていいのかな。湾岸道路はとにかくロードノイズが高いんですよね。だから、まあ、アベレージも高いからのもあるんだけど、そのために声は大きくしないと。歳三だ。手振ってくれた。はい、お疲れ様です。22時20分仕事終わりました。いや、すげえ雨降りましたね。1時間前ぐらいピークだったのかな。でも帰る頃になってそんな大降りじゃなかったんでよかったですけど、結構濡れちゃいました。 JJ さんから報告がありまして、山なしのブルーシートが取られたそうです。でね、それせっかく綺麗になったのにいきなり雨の洗礼受けちゃってかわいそうですね。今日はもう遅いんで明日朝起きたら見に行きたいと思います。お楽しみに。では気をつけて帰ります。 GoPro アップデート中です。アプリを終了しないでください。GoPro の電源が数回オフおよびオンになります。更新が完了するとカメラの画面が通常の状態に戻ります。プログラムをインストール。ぐる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 。おやすみ。もう12時半だ。明日はふなっしーパーク行くんだよ。インストール中。結構長い。ん？消えちゃった。ん？なんかマークが出てるけど。どうしろって言うんだろう。上を設定も違うよね。
違うよね。インストールしてますよって意味かな。プログラムをインストール中ってなってるからいいのかな。この100円玉はここを回すための100円玉です。準備完了。カメラに再接続し更新が完了したことを確認する必要があります。再接続をプロコントロールでいいのかな。プレビューが有効になりました。